スタン・ケントンは、アメリカ・カンザス州出身のジャズピアニスト。自らのバンドを弾き、作、編曲家として、多くの作品を手掛け、アメリカンジャズの音楽シーンに変革と影響を、もたらした。バンドのメンバーからは、多数の優れた才能を輩出し、ウディ・ハーマンと、並びウエストコーストジャズの大きな潮流を作った。晩年には教育者としても、後進の育成に努めた。カンザス州、 ビチタに生まれ、コロラドを経て、カリフォルニアに移り住む。幼少時よりピアノを学び、10代後半にはすでにバンドについて各地を旅していた。カリフォルニアではベルハイスクールに通い、1930年に卒業する。30年代には同年代のビドムッソと一緒にダンスバンドやハリウッドのスタジオで演奏したが、本網においては自らのバンドを率いることを目指していた。 1941年30歳にして自身のオーケストラを組織し初めてのレコーディングを果たす。この頃にはまだ特に有名なメンバーの名はなかったがその年の夏にはカルフォルニア・バルボアビーチの社交ダンスホールザ・ランデブ・ボールルームの本当に進化のわかる聴衆の前で定期的に演奏した。しかし彼のオーケストラは最初の成功の後 ジミー・ランス・フォードの人気のとばっちりを受け、少しばかりの困難に巻き込まれる。デッカでの録音が、それほどヒットせず、ボブ・ホープのラジオ番組で、出番が少なくなったのが災いして、アゲ・クレス・ブラウンの楽団にずっと取って代わられるという、天末であった。1943年末、キャピトルレコードとのポピュラーな録音版、イーガー・ビーバー、イーガー・ビーバーの契約によって、スタン・ケントン・オーケストラは、 認知度を上げ、少しずつ人気を取り戻していった。40年代半ば、ケントンのバンドとそのスタイルは、音の壁ザ・ウォール・オブ・サウンドとの呼び名で知られるようになっていた。また後になっては、彼のテーマソングになぞらえて、リズムの名手アーティストリー・イン・リズムとも称せられた。ケントンは、ライバルでもあるピアニストのアール・ハインズの影響も受けて、アレンジャーとして、 また忠実なサイドマンラへの創造的刺激として重要な存在となった。そして40年代のウェストコーストのアンサンブルの中でも高くその名を知られるまでに自分の音楽を作り上げていった。ソロイストとしてアートペッパー、スタンゲッツ、ブーツムスリ、そして歌手のアニタオデイラを用して終戦時の1945年までには徐々に人用を拡大させていった。 ケントンのアイデアを発展させるべく、ピートル・ロゴロがチーフ・アレンジャーとなり、ボブ・クーパーとビドムッソは極めて特徴的なテナースタイルを持ち出した。ジューン・クリスティを新しい歌手として売り出し、彼女のタンピコやアクロス・ザ・ーレイ・フロム・ザ・ラモなどのヒット作品は、ケントンのより大きな計画を実現するための財政的な潤いをもたらした。また、バンドメンバーのコーラスを前面に出して、 ポピュラーな主題歌が録音され、ジーン・ティアニー主演の映画、ローラ殺人事件はヒットした。ケントンは、自分の音楽を、プログレッシブジャズ、プログレッシブジャズ、進歩的なジャズと呼んで、当時、多くのビッグバンドが解体、再編していく中、ダンスのためのバンドではないコンサートをオーケストラにしようと、努力した。ありがとうございます。